マリアアンナ・フォン・ザ・ボイエムは、オーストリア皇帝フェルディナント一世の皇后。イタリア語名、マリーアンナ・カロリーナ・ピア・ディ・サボイア。サルデーニャ王、ビットーリオ・イマヌエーレ一世とその王妃、マリーア・テレーザの娘として、ローマのコロンナ宮殿で生まれた。パルマ皇妃となった、マリーア・テレーザとは、双子の姉妹である。母方の祖父母には、オーストリアイコール・エステ大公フェルディナンドと、 マリア・ベアトリーチェ・デステがいる。二人の王女は、教皇ピウス七世から洗礼を受けた。1831年に皇太子、フェルディナント・大公と結婚した。二人の間に子供はなかった。フェルディナントは1835年3月2日に、オーストリア皇帝に即位し、マリア・アンナも皇后となった。1836年9月12日には、プラハで、 ボヘミア王妃の戴冠式を行った。ドイツ語に慣れていなかったが、資料深い態度のおかげで彼女は高い人気を博し、毎年7月26日に皇后を称える祭りが開かれた。国政に何の影響も及ぼさなかったマリアアンナは自ら看護婦を辞任し、夫の日常生活を補助することに献身した。1848年革命に際して、 最小クレメンス・フォン・メッテルニヒに対する指示を撤回したが、後には革命勢力を強行に鎮圧することに同調した。一方、自局を収集するために権力の異常が避けられないことを認識し、老いのフランツ・ヨーゼフに上位する要皇帝を説得した。同年12月2日、フェルディナンドはオーストリア皇帝を退位したが、帝国での地位は止め置かれた。その後、夫と共に、 プラハへ都を打ちし、事前事業に専念して、余生を送った。マリアアンナは長命であった夫に劣らず80歳まで長生きし、1884年にプラハで没した。ウィーンのカップツイーナー納骨堂の夫の隣に埋葬された。ありがとうございます。